私は会社員で、コロナ禍がきっかけで政治に興味を持ったマリです。趣味は自転車で、都内をいつも自転車で駆け回っています。男友達と夜別れる時があって、夜道を一人で歩いて帰るっていうので、気をつけて帰ってねっていつもの調子で言ったんですよ。そしたら、僕は体も大きいし男だから全然大丈夫だよっていうのを聞いて、それを聞いてハッとしたんです。女の人はほとんどもう無意識のように夜道を通るときは明るい道を選んだり、人通りの多い道を選んだり、性暴力に遭わないように気をつけていると思います。女性であるというだけで性暴力にこんなにも気をつけて日常生活を送らないといけないのはおかしいと思います。体の力の差が社会の差として出てくる社会は、ジェンダー平等の社会とは言えないと思います。むしろそれを、体の力の差を乗り越えられる社会こそがジェンダー平等の社会だと思っています。それまでは政治にあまり興味がなかったんですけども、やっぱりこのパンデミックの中でやっぱり政治は人事ではないと感じるようになって、政治家の言ってることがおかしいんじゃないかなって思うようになって、国会を見るようになって、共産党の議員さんの活躍を知って、政治に、こんないい政治家、こんなに国民のために、市民のために働いてくれる議員さんもいるのだと思って興味を持ちました。野党の、共産党と立憲民主党と令和と社民党が、声明を出していたように、ジェンダー平等、そしてパリテを取り入れて男女平等の、男女同数の議員を取り入れるということに期待をしています。そして安倍菅政権が8年続いた中で国会を開かなかったり、学術会議の任命をしなかったり、戦争をできる国にしようとしたり、憲法を無視、平気で無視していることが許せません。政権交代をして国民の命と暮らしを守るための憲法を大切にした国民目線の政治を今度こそ望んでいます。